はい、ソニーの小林です。この動画ではディープラーニングの統合開発環境ニューラルネットワークコンソールを使いながらアンサンブル学習というテクニックを用いて手軽により高い精度を実現する方法について解説します。ディープラーニングやニューラルネットワークコンソールについて知りたいという方は動画の説明欄に全くの初心者からご覧いただける動画を用意していますので、どうぞそちらも合わせてご覧ください。アンサンブル学習を一言で説明すると、複数のモデルを組み合わせて用いることでより高い性能を実現しようとする手法の総称です。例えば人間社会でも判断の精度を高めるために一人で判断するのではなく複数人の意見をもとに最終的な判断を行う。例えば多数決を取ったり、誰かが出した結論に対してさらに抜け漏れをチェックして新たな判断を加えるといったようなことを行いますけれども、これと同じように例えば複数の別の認識機で推論処理を行ってその結果を平均することで性能を高める、あるいはある認識機の出した答えを利用しながらさらにその精度を高めるような認識機の学習を行うような手法、さらにこの2つを組み合わせたもの、いずれも複数の認識機を組み合わせて精度を高めようとするものになっていますので、アンサンブル学習ということになります。アンサンブル学習自体のコンセプトはディープラーニング以前から存在しているものですので、ディープラーニング登場以前も高い効果が得られることが知られていたものです。今回はこのうち複数の認識機を並列に使ってより高い性能を得るいくつかの方法について、非常にシンプルな4層のコンボリューショナルニューラルネットワークと CIFAR10 という 32×32 ピクセルのカラー画像を10種類の画像に分類するデータセットを使って解説していきます。さてまずベースラインとして MNIST のルネットサンプルプロジェクトに対してデータセットタブで CIFAR10 データセットを読み込んで、入力画像サイズを MNIST の 1,28,28 から CIFAR10 の 3,32,32 に変更したものを使っていきたいと思います。それでは実際にやってみます。まずは MNIST サンプルプロジェクトを読み込んだら適当なプロジェクト名、ここでは CIFAR10 ルネットアンサンブルというプロジェクト名で保存します。プロジェクトの保存が終わったら早速データセットタブで CIFAR10 のデータセットをそれぞれ学習用にトレーニング、評価用にテストを読み込んでいきます。クラウド版ではあらかじめデータセットが用意されていますので、こちらを選択すればすぐに学習を開始できますけれども、Windows 版をお使いの場合、一度 CIFAR10 を用いるサンプルプロジェクト、例えば ResNet110 などを読み込んで、CIFAR10 データセットのダウンロードを済ませておく必要があります。一度 CIFAR10 データセットをダウンロードした後は、ニューラルネットワークコンソールをインストールしたフォルダの中にあるサンプルズ、サンプルデータセット、CIFAR10 フォルダの中にあるデータセット CSV ファイルを読み込んで使用できるかと思います。データセットを読み込んだら入力画像サイズを MNIST の 1,28,28 から CIFAR10 の 3,32,32 に変更します。データセットの読み込みと画像サイズの変更が終わったら、コンフィグタブの MAX エポックで学習エポック数を30に設定して学習と評価を実行します。エディットタブ右上のランボタンをクリックして学習を実行して、学習が完了したら今度はトレーニングタブ右上のランボタンをクリックして評価を実行します。評価が終わったらエバリエーションタブのコンフィジョンマトリックスを選択して精度を確認してみましょう。 CIFAR10 は本来もっと深いネットワークを組むことで比較的簡単に 90% 以上の精度が得られるデータセットですけれども、今回手軽に実験していただくために非常に簡単なネットワークを使っていますので分類精度約 65% となりました。通常通り1つのモデルを使った分類で得られた性能が約 65% ということになります。さてまずはアンサンブル学習のイメージをつかんでいただくために、先ほどの複数のネットワークを用いて多数決を取るアンサンブル学習をそのままニューラルネットワークコンソールで記述してみたいと思います。エディットタブで元のニューラルネットワークをすべて選択してコピーして貼り付けする。今回試しに5つのネットワークで学習してみたいと思いますので、4回貼り付けて全部でネットワークを5つ配置します。これで5つの同じ構成のネットワークが別々に学習されることになります。ニューラルネットワークの学習では基本的にパラメータの初期値として乱数が用いられますので、これらの5つのネットワークは同じ構成ではありますけれども、別の乱数を元にしてそれぞれ微妙に異なるモデルが学習されるということになります。こちらのネットワークでそのまま学習と評価を行ってしまうと、それぞれのネットワークから5つの独立した推論結果が出力されることになります。アンサンブル学習ではこれらの5つの結果を多数決する。例えば平均してその結果を得たいということですので、この5つの結果を平均して出力するような推論用ネットワークを記述します。5つのネットワークを含むメインネットワークの全体を選択してコピーして、ランタイムという新しいネットワークを作成してここにペーストします。でここで推論を行うランタイムネットワークではロス関数は不要ですので、ロス関数カテゴリカルクロスエントロピーを複数選択してデリートキーでまとめて削除します。そしてここでスタックという複数の同じサイズのテンソルを積み上げてまとめるレイヤーを用います。スタックレイヤーを配置したら5つのネットワークの出力をスタックレイヤーに接続します。接続は以前の動画でもご紹介したように接続元のレイヤーをクリックして接続先のレイヤーをキーボードのシフトキーを押しながらクリックする方法が簡単でおすすめです。これで5つのネットワークの認識結果、
10種類のカテゴリーの確率を積み上げた5行10列の行列に認識結果を求めることができます。最後にミーンレイヤーを用いて5つの推論結果を平均します。今回の場合ミーンレイヤーはデフォルトのプロパティで大丈夫です。そして推論結果の出力変数名を Y' に変えるためにミーンレイヤーの名前を Y' とします。最後にコンフィグタブ、エグゼキューターで推論に先ほど作成したランタイムネットワークが使用されるようにネットワークにランタイムを指定します。以上で設定は完了ですので、エディットタブに戻って学習と評価を実行してみましょう。分類精度は約 65.9%、 先ほどから 1% 近く向上させることができました。本来こういった多数決を取るには、今回実験したような同じようなネットワークの構成ではなくて、層の数や構成を様々に変更したネットワークを用いた方が高い性能が期待できます。余裕のある方はそういった構成もぜひお試しいただければと思います。さて、先ほどは本当に複数のネットワークを並列に学習して多数決を取るという方法を取りましたけれども、ニューラルネットワークの学習ではもっと手軽にアンサンブル学習に似た効果を得る方法もあります。例えばドロップアウトというレイヤーを用いる方法です。ドロップアウトレイヤーはデータがドロップアウトレイヤーを通るたびにプロパティで指定する確率 P でニューロンの出力をゼロにするようなレイヤーです。ニューロンの出力をゼロにするということは、結局そのニューロンの値がどのように計算されたものであったとしても、さらに次のレイヤーでどのような重みを掛け合わされたとしても認識結果に影響を及ぼさなくなるわけで、実質ゼロにしたニューロンをなかったことにしていることになります。ドロップアウトはデータが入力されるたびにどのニューロンをゼロにするかランダムに決定しますので、これはつまりデータが入力されるたびに有効なニューロンの異なる、微妙に構造が異なるニューラルネットワークを学習していることに相当します。こうしてドロップアウトを使った学習を行った後、推論を行うフェーズではこのドロップアウト処理は行わずに、つまり全てのニューロンを用いて推論を行います。これによってたった一つのネットワークを学習しながら、内部で毎回微妙に接続の異なる複数のネットワークを学習して、推論時はその結果の多数決を取るように統合するアンサンブル学習に似た効果が得られるということになります。それではドロップアウトレイヤーを使って学習と評価を実行してみたいと思います。先ほどのネットワークでいろいろと設定を変更してしまいましたので、ランタイムネットワークを消してコンフィグタブのエグゼキューターネットワークを元のメインランタイムに戻しておきましょう。そしてエディットタブで最初の1つのネットワークだけを残して残り4つのネットワークを消します。このあたりもう一度最初から MNIST のルネットプロジェクトから編集をやり直していただいても大丈夫です。準備ができたら最後のアフィンの手前にドロップアウトを挿入します。ドロップアウトレイヤーはデフォルトでスキップアットテストプロパティが True に設定されていますので、学習時は有効、つまりデフォルトの P が 0.5 の場合、半分の確率でニューロンを無効にする動作を行いますけれども、推論時はスキップ、無効になる、すべての入ってきた値を素通しして、すべてのニューロンを使った推論を行うという動作になります。このネットワークで実際に学習と評価を行うと 67% の性能を得ることができました。元の 65% からすると 2% の性能向上ということになります。さて、ここまでに紹介したアンサンブル学習は、学習時に複数のネットワークを学習して、推論時はそれらのネットワークはそれぞれ一度ずつ実行されるものでしたけれども、学習した一つのネットワークで複数回推論を行って、その結果を平均化することで性能を向上させるという方法もあります。例えば先ほど紹介したドロップアウトを学習時ではなくて推論時にも行うと、無効にされたニューロンによって毎回微妙に結果の異なる推論結果が得られるということになります。この複数回の推論結果の平均を出力することによって、一度の推論を行った場合と比較してより高い性能が得られるケースが報告されています。例えばこちらの論文のケースでは、全てのアフィン、コンボリューションレイヤーの後ろにドロップアウトを挿入して学習する、そして推論時にはその平均を用いることでより性能を高くすることができるという実験結果が示されています。それでは早速ニューラルネットワークコンソールで試してみましょう。今度は最後のアフィン以外の全てのアフィン、コンボリューションの後ろにドロップアウトを挿入していきます。一番簡単にはコンポーネンツでドロップアウトを選択したら、ドロップアウトを挿入したい箇所のレイヤーを選択してキーボードのインサートキーを押します。そして先ほどはドロップアウトのスキップアットテストプロパティはデフォルトの True のままでしたけれども、今回は推論時もドロップアウトを行いたいということで、スキップアットテストをすべて False に設定しましょう。これで推論時もドロップアウトが有効になりました。さて、このままデフォルト設定の状態ですと、通常通り一度だけ推論が行われることになってしまいます。今行いたいのは複数回の推論を行ってその結果を平均化するということですので、この設定にはコンフィグタブ、エグゼキューターの Number of Evaluations を用います。こちらはデフォルトでは1に設定されています。これは一度推論を行った結果を出力することを表しています。こちらの値を例えば16に設定して Mean が選択されている状態ですと、これは16回同じネットワークで推論を行ってその結果を平均したものを出力するという動作になります。
これでドロップアウトして微妙に結果の異なる16回の推論結果を平均して出力するように設定することができました。実際に学習評価を行った結果がこちらになります。 68.2% と最初の結果から 3% 程度の性能向上効果が得られていることがわかります。このような複数回の評価はドロップアウトを用いる場合以外にも有効なケースがあります。例えば画像分類の世界でよく行われているのが10クロップテスティングという方法です。こちらは入力画像の中央と左上、右上、左下、右下だけを切り出したもの、さらにそれを左右反転したものを5種類加えた10枚の画像に対して認識を行って、推論結果としてはその平均を用いるというものです。このような推論を行うことでやはり少し性能を向上させることができることが知られています。今回は10クロップテスティングではなくて、以前の動画でも紹介したイメージオーグメンテーション、こちらを推論時にも行って、つまり画像が入力されるたびに画像をランダムに加工して出力して、その認識結果の平均を最終的な認識結果とする。例えば人間でも見た画像が何かよくわからなかった時に見る角度を変えてみたり、近づいてみたり離れてみたりすることもあるかと思いますけれども、まさにそれと同じようなことを行うイメージになります。まずは先ほどのドロップアウトを全て消して元のネットワークに戻して、代わりにインプットレイヤーの後ろにランダムフリップレイヤーとランダムシフトレイヤーを追加しましょう。ランダムフリップレイヤーは指定した次元の要素をランダムに反転するレイヤーです。こちらのレイヤーのアクシスプロパティを2に設定することで、左から数えて0、1、2ですので、画像の左右をランダムに反転することができるということになります。そしてランダムシフトレイヤーは画像を縦横にランダムに指定ピクセル分シフトするために用いることができます。こちらのレイヤーのシフトプロパティを4カンマ4に設定することで、上下左右プラスマイナス4ピクセルの範囲でランダムにシフトさせることができます。イメージオーグメンテーションレイヤーを使ってこれらの動作をまとめて1つのレイヤーで行わせることもできますけれども、今回は機能の独立したこれら2つのレイヤーを用いています。実用的にもっと高解像度な画像を用いられる場合はイメージオーグメンテーションレイヤーを使ってもいいかと思います。これらランダムフリップレイヤー、ランダムシフトレイヤーはデフォルトではドロップアウトと同じようにスキップアウトテストプロパティが True に設定されています。まずは一旦この状態で学習と推論を行うと 71.48%、 最初の 65% と比較すると 6.5% 高い性能が得られたことになります。こちらは画像をランダムに加工して学習する画像の水増し効果による性能向上ということになります。それでは今度はランダムフリップ、ランダムシフトのスキップアットテストプロパティを False に設定して、推論時もランダムに画像を加工してその結果を平均するようにしてみましょう。ここですでに先ほど同じネットワークで学習した結果がありますので、再学習は行わずにこちらの結果を再利用したいと思います。トレーニングタブ、学習結果の一覧の右クリックメニューからクラウド版の場合はリエディット、そしてオープンインエディットタブ with weight を選択して OK を押します。 Windows 版の場合は直接右クリックメニューからオープンインエディットタブ with weight を選択します。こうして先ほど学習したネットワークを学習済みのパラメータとともにエディットタブに読み込むことができます。ここでランダムフリップ、ランダムシフトのスキップアットテストプロパティを False に設定して、そしてコンフィグタブ、グローバルコンフィグのマックスエポックを0に設定します。エグゼキューターのナンバーオブエバリエーションズが先ほどの16に設定されていることを確認したら学習を実行しましょう。マックスエポックが0ということは1エポックも学習しない、つまりパラメータの更新は一切行われないことになります。先ほどオープンイエディットタブ with weight で学習済みの重みが読み込まれていますので、そこから一切学習を行わずに設定だけを変更した学習結果を出力するような動作になります。こうすることで時間のかかる学習処理をもう一度実行する時間を節約することができます。学習結果が出力されたら評価を実行してコンフュージョンマトリックスを見てみましょう。 75.28% ということで、イメージオーグメンテーションを行った結果と比較しても 3.5% ほど高い性能を得ることができました。はい、というわけでアンサンブル学習や複数回の推論を実行することで手軽に高い性能が得られるケースがあることがお分かりいただけたかと思います。今回紹介した中では単純なドロップアウト以外の方法では複数のネットワークの学習が必要だったり、さらにその推論のために一つのネットワークだけを用いて推論した場合と比較して何度も推論を実行する必要があるということで、計算時間が推論を行った回数だけ余計に必要になるというデメリットもあります。とはいえ用途によっては少ないデータしか用意できずに十分な性能が出ない中で、計算時間を犠牲にしても少しでも高い性能を実現したい、あるいは多少計算に時間がかかっても問題にならないようなユースケースでは非常に手軽に性能を向上できるテクニックでもあります。そういった意味でもこれらのテクニック覚えておく価値があるのではないかと思います。